自由民主党副総裁は自由民主党の役職の一つ。現在は空席。総裁の自席に位置づけられる役職。副総裁の設置は任意であり、空席であることも多い。党則においては緊急時の総裁代行を除くと、総裁を補佐することと、役員会と選挙対策本部への出席のみが、副総裁の権限として規定されており、平常時においては、 名文上の具体的職唱を持たない。さらに幹事長が選挙対策、国会運営、党務全般を掌握していることから、その職務範囲は必ずしも明確にはされていない。しかし、歴代の副総裁にはいずれも党の重鎮が就任していることから、副総裁はただの名誉職としてではなく党運営について少なからぬ影響力を発揮することもしばしばである。 例えば、1974年に田中角栄が総裁を辞任した際には、副総裁の椎名悦三郎がいわゆる椎名裁定を下して、三木武夫を後継総裁に指名した。1980年から1990年中期まで、自由民主党では、副総裁経験者を総裁経験者や両院議長経験者と共に、最高顧問として偶していた。初期の頃は、 副総裁の人選は、党内調整のために、党内の中間派閥の領収が選出されていた。大平正義が総裁となって、以降、副総裁の人選は総裁選の党、小泉純一郎が総裁となってからは、派閥の弱体化もあり、再び中間派閥の領収、幹部が起用される例が続いている。なお、副総裁が総裁代行となった例は、1980年に、 西村栄一が総理総裁だった大平正義の死去により短期間その役目を務めたことがあるだけである。この時、首相臨時代理は官房長官の伊藤正義が務めており、選挙中でもあったので西村の代行は頭務に限定されたものとなった。この選挙で西村は現職副総裁ながら落選したが、公認総裁鈴木善光の就任後も、 しばらく副総裁の職に止まった。2003年の総裁選で再選した小泉純一郎の下で副総裁になった山崎拓の場合は、自身のスキャンダルが報じられる中、山崎幹事長では来たる総選挙に勝てないとの理由から、いわば祭り上げの形で昇格となった。もっとも選挙の顔として公認の幹事長となった安倍晋三は、当役員や、 閣僚経験が一切ない異例の抜擢であり、山崎が貢献の形で選挙を事実上指揮することが織り込まれていた。しかし、山崎自身は落選し、直後に副総裁を退任する。上記の西村の例と合わせて、現職副総裁の落選例は、経営に例となり、これは、総裁、幹事長の落選例がないことと対照的である。2010年に、 谷垣定一の下で副総裁に就任した大島忠盛の場合は、幹事長として直前の参院選で勝利した功績に報いる。一方で、党三役の若返りのバランスを取るため、幹事長からの昇格という形が取られた。2012年の総裁選で勝利した安倍晋三の下で副総裁になった河村正彦の場合は、総裁選において麻生太郎と組んで、 安倍の当選に尽力した高村を貢献役にする意味合いが強かった。また、暮れの第46回衆議院議員総選挙で第2次安倍内閣が発足すると麻生が副総理に就任し、高村が東側、麻生が政府側の貢献役という構図が出来上がった。一方で、組閣の際に高村の外務大臣への起用が検討されたが、 国会への出席義務がある大臣よりも外部から追及を受けない自由な立場で外交を担いたいとの本人の希望により副総裁への留任となった。外省経験者で有比中友好議員連盟会長であることから尖閣諸島問題などで悪化する日中関係においての貢献が期待されていた。高村は2013年以降毎年訪中するなど 外交で影響力を発揮する一方、内政面では2015年のいわゆる平和安全法制の法案段階における与党内調整や2017年の天皇、秋人の退位を認める皇室転搬と例法に関して衆産業院議長のもとでの与野党調整などを主導するなど非常に実務的な副総裁だった。 高村は2017年に行われた第48回衆議院議員総選挙には出馬せず国会議員の身分を失ったが安倍総裁は高村を含む党幹部の続投を決めたため翌年の退任までの間前日の鈴木総裁下の西村の例に次いで2度目の非国会議員の副総裁になった歴代自由民主党副総裁では王の万博、川島章二郎、椎名悦三郎 二階堂進むは、服装裁在任時に、日本のプロレスのコミッショナーにも就任しており、プロレスファンからは、タイトルマッチの認定宣言でも馴染み深い。特に、王の万木は、力道山の講演者としても有名である。他にも、金丸真、山崎拓は、学生時代に、柔道家として鳴らし、高村正彦は、少林寺拳法の愛好家で、横綱審議委員会委員を務めるなど、 格闘議会との縁が深い。歴代自由民主党副総裁では、当人派と呼ばれる政治家が就任している例が多い。官僚派の自民党副総裁は、商工官僚出身の椎名悦三郎だけである。副総裁の太地は、後に総裁に就任した人物。2021年4月現在、ありがとうございます。